どうも、七日中高友です。今回ですね、こちら卓上旋盤に第二主軸をつけてみたいと思います。はい、というわけで今回は旋盤に第二主軸、ミーリング軸を取り付けるということで、このようなものを用意してみました。すべてアリエクスプレスで購入したものになります。まずこちらスピンドルから、見ていきましょう。こちらはですね、最高回転数12000回転で、パワーは 500W の、スピンドルになります。このコレット、工具をつかむコレットの規格は ER16 という、かなり小さい、規格のものになります。でこちらが、セットになっていたコンバーターと呼ばれるものですかね。 AC から DC に変換するコンバーターです。これも一緒にセットになっていた、スピード調整ダイヤですね。これで、回転数を調整できると。でこれは別で買った、ER16 用のコレットですね。めちゃくちゃ可愛いコレットで、1パイから10パイまでかな、掴めるようになってます。こちら、3点セットでだいたい1万6000円ぐらいでしたね。でこのコレットが1300円でした。でいろんな業者があって全部セットになってるやつもあれば、でこれ買った後に気づいたんですけど、モーターがね 800W のやつもあって、うわちょっとミスったなって思ったんですけど、とりあえずね、今回これでやってみて、もうちょっとねパワー不足みたいな、不満を感じたら、もうちょっとねバージョンアップさせていこうかなと思ってます。とりあえず今回テストなんで、本当にどうなるか全然わかんないんですけど、ちょっとこんな感じでやっていきたいと思います。でこれだけだと全然、ピンとこないと思うんで、もう少しねちょっと旋盤の方で、説明したいと思います。はい、ではまず旋盤の基本的な軸構成について説明していきます。まずこちらが主軸、材料を掴んで回転するスピンドルですね。でこっち方向が X 軸、こっち方向が Z 軸の二軸構成の機械になっています。これに新たなミーリング軸、主軸をつけるとどうなるかというと、ここにつけるんですけど、かなりね複雑なものが加工できるようになります。例えばですね、こういったもののここの穴開け加工っていうのは、二軸構成の旋盤だと加工できません。でも、ここにミーリング軸が取り付くと、こんな感じで穴開けをすることができるんですよね。でさらに、これを C 軸として見立てることもできて、位置決めをすることができます。ちょっとねうまいこと説明できないんですけど、こういった円筒状のものの、端面に穴開けをすることができるんですよね。普通の旋盤だとこっち側にドリルチャックを取り付けて中心にしか穴開けさせることができません。これをこっち方向につけると端面のこの円周上に穴を開けることもできると。でさらにですね、この幅の帯って回転するじゃないですか。この角度が触れる。でこれ B 軸か A 軸かって言ったらちょっとよく分かんないですけど、斜め穴とかも開けれるようになったりします。やばくないですかこれ。だから複合機になるんですよ。この主軸スピンドルを一つ取り付けるだけで、旋盤から複合旋盤に進化することができるという、まさに夢のようなマシンになるというわけです。で問題はこのスピンドルをどうやって固定するかってところなんですよね。簡単に取り付けようと思えば、ここら辺になんかブロックつけて、クランプさせて、この往復台の上に最初からある T スロット溝を使って固定するっていうのが一番簡単かなと思うんですけど、僕はどうしてもこの A 軸 B 軸ちょっとよく分からないけど、この斜め穴加工の機能をどうしてもつけたくて、この機構があるところよりも上にこのスピンドルを固定したかったんですよね。でいろいろ考えた結果、これを外して似たようなブロックをつけて、これでね、いいんかなと思ったんですけど、これね X 軸今目いっぱいこっち来てるんですよ。目いっぱいこっち来ててストロークが全然ないんですよね、この X 方向の。なんで大きい径の円周方向の穴開けっていうのが全然できないんですよ。なんでこれだとちょっとダメで、もう少しちょっと外側にオフセットさせる必要があるんですよね。で、僕はね考え抜いてこんなのを作ってみました。3D プリンターで作ったただのテストピースなんですけど、スピンドルにですね最初から4箇所ネジ穴が立ってまして、これを利用してこんな感じでブラケットを取り付けて、これをこのまま刃物台でクランプすればどうですか。ここの X のストロークも十分に確保されて、なおかつ向きをね変えてこう取り付けるとこっち方向でも使えて、しかも斜め穴にも対応できると。これやばくないですかこれ。というわけで、うまくいくか分かんないですけど、これを今から、金属で作っていきたいと思います。
はい、こんな感じになりました。もうすでにね、2つの部品がひっついてるんですけど、これは接着剤で、仮止めしている状態になります。で、この後溶接機でもうゴリゴリにね、2つの部品を溶接していくんですけど、ここの円筒とここの、プレートの平行度がめちゃくちゃ重要です。なので、少しでもちょっと位置決めをね、簡単にするために、接着剤で接着してみました。溶接歪みとかもね、出るんで、うまくいくか分かんないですけど、ちょっとね、溶接前に少しでもずれないように接着したという感じです。というわけで、溶接していきたいと思います。はい、ではブラケットを冷ましている間に各種配線をやっていきたいと思います。で、まずコンバーターなんですけど、たくさんね穴が開いてて、なんか切り子とかホコリとか入ってショートしたら嫌なので、 3D プリンターでこんな箱を作ってみました。蓋がね一応取り外せるようになってて、カパッとできるようになってます。で、これを作ったプリンターなんですけど、プルサ i3 マーク 3S プラスという、プルサリサーチさんからご提供いただいたやつで作りました。で、これを組み立てた動画がサブチャンネルに12時間ぐらいの動画が上がってるんで、もし興味のある方は見てみてください。非常にね性能のいい 3D プリンターで、世界で一番売れてるみたいなんで、やっぱりそれだけのことはあるなっていうプリンターでした。溶接による歪みの影響はそこまでなかったんですけど、スパッタが制度穴の中に入っちゃったんで、最後にそれを取り除いて完成としたいと思います。というかね、もう溶接してから仕上げればよかったなと、今思いました。はい、ではようやく完成しましたので、組み立てて試運転をしていきたいと思います。ちょっと意味があるか分かんないんですけど、できるだけこのコレットから近い位置でクランプできた方がいいかと思って、ここにねベアリングをかませて、一応この近くでも保持できるようにしてみました。じゃあ回してみます。なかなかいい感じですね。いけそう。はい、ではこちらのアルミに 6π のドリルで穴開けテストを行いたいと思います。特に変な振動とかはないですね。かなり安定します。いきます。お、いけるいけるいける。あ、全然いける。あ、余裕や、余裕っすね。あ、止まった。ちょっと抜け際かな。
あ、今貫通しました。いや6パイ結構きついかと思ったんですけど普通に焼きましたね。次は、こうさっきの穴がこう開いてるのに対してクロスでもう一度開けてみたいと思います。はい、貫通しました。いやいい感じですね。全然使えると思います。はい、ドリルに関してはまあ大丈夫そうだったんで次はエンドミルを使っていきたいと思います。今1ミリぐらい切り込んだんですけど結構厳しいですね。ビビリが、まあでも全然止まりそうな気配ないんでいいかもしれない。切り込み減らしても結構振動はしますね、横送りは。なるほど、まあまあまあ使えそう。はい、最後はですね、刃物台を斜めに傾けて20度の斜め穴を開けてみたいと思います。ドリルは2パイのドリルです。はい、というわけで今回はこの卓上旋盤にミーリング軸を取り付けて複合旋盤にカスタムしてみました。まあ、正直ね、こんなカスタムしなくても、まあ、旋盤加工が終わったものをボール盤で穴開けたり CNC でね追加工したりって、できなくもないんですけど、まあ、この形この形式じゃないと加工できないものもありますし、まあ、なおかつねワンチャックで加工できた方が絶対精度はねいいんで、まあ、これからねいろんな加工をする上で重宝するんじゃないかなと思います。まあ加工というかカスタム自体もねそんなに難しくないのでぜひ皆さんもやってみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter とかインスタとか物販とか、セカンドチャンネルとか、いろいろやってますんでぜひそちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。